エリック・ガブリエル・グティエレス・ガラビスは、メキシコ・シナロア州、アーオメ出身のプロサッカー選手。サッカーメキシコ代表、PSV ・アイントホーフェン所属。ポジションは MF。12歳の時に、CF ・パチューカに加入した。当初は右サイドバックでプレーしていたが、その後ミッドフィルダーにポジションをコンバートした。2013年10月26日、クルス・アスル戦で、 先発出場し、プロデビューした。ルイス・フェルナンド・テナのもと、2013から14シーズンは10試合以上に出場した。2014から15シーズンの開幕戦でスタメン出場した。2015年2月7日、デポルティーボトルーカ FC 戦でリーグ戦初得点を記録した。20歳でクラブのキャプテンになり、リーグ戦70試合以上に出場した。 2018年8月30日、PSV アイントホーフェンは CF パチューカとグティエレスの遺跡について、合意に達したと発表した。メディカルチェックがクリアされた後、正式に5年契約を結ぶ。コンカ,カーフ U-20 選手権2015に U-20 メキシコ代表として出場した。9から1で勝利した初戦の U-29 は代表戦に、 キャプテンとして出場した。出場した全4試合で、キャプテンとしてプレーし、メキシコの13度目の優勝に貢献し、チームは 2015FIFAU-20 ワールドカップの出場権を得た。FIFAU-20 ワールドカップは、グループリーグ敗退した。ラウルグティエレス監督によって、リオデジャネイロオリンピック予選に出場する U-23 メキシコ代表に招集された。 リオデジャネイロオリンピックのメンバーにも選ばれた。8月7日、グループ第2戦のフィジー戦で4得点を記録した。2015年8月、2015コンカカーフ、ゴールドカップに向けた暫定登録メンバーに選ばれたが、最終登録メンバー23人からは外れた。2016年2月、フレンドリーマッチのセネガル戦で初キャップ。2018年、 2018FIFA ワールドカップに出場するメキシコ代表に選出された。ありがとうございます。